まあ2号店っていうのは完全に新規店なんで、めっちゃ楽しみなんですよね。まあ2号店結構気合入ってるんで。マジで15日にやる。いや、あの箱はどうする？あの箱やらないつもりで言ったんですか？そんなにホスクラ投げない方がいいよ。2号店への二人の思いを馳せながら、はい、何が思いを馳せながら2号店は思いはめちゃめちゃあるんですけど、あんまり口にしたくないこともあるんだよな。おばさんはレンさん代表で、うん、理由でそうそうそう理由でさんみたいな感じ。ユゴホンと同じスタイルですね。あ、そうそうそう、それをなんかその大阪のみたいなもんだよね。マキさん、あ、そう、マキさんみたいなポジションにイーサさんが入ってCOO ですか。そんな、そんな大阪はね、大阪はね歌舞伎はね、そう、歌舞伎は違うけど、まあ本店も一緒にやってるんで別にやること知らんすけど、そうだね、だめちゃめちゃもう安心感はえぐい、うん、別にそんな怖いとかはないそうだね。けどなんかその、はい、まあ2号店っていうのは完全に新規店なんで、まあ改めてめっちゃ楽しみなんですよね。まあ初めてだもんね。初めてなんで、そのスタンスでオープンするのは。そうで、なんかちょっとあれじゃん、今までなんかあるものみたいな感じで舐められてるんでそれもね。あ、そう、でも俺はそのもともとユグナショイがアテナ時代の本当に小さい時から見てるから、うん、そこまで持ってってからのユグホンを見てるから別にね、そんな自信ないとかないですけどね。舐められてるから、うん、舐められてるからやったろって思ってますけどねまあ大丈夫よ、俺と直哉いたら、はい、そう、2号で結構気合入ってるんで、まあ立ち上げね、まあ店作りに関してはもう何回もやってきてるから、ね、そこはそで、レンのブランディングあったらね、まあ、多分大丈夫でしょうでもめっちゃ楽しみと割と自信に溢れてますけどそうだね、不安はあんまりないね。で、結構日記良くないですか。歌舞伎町のど真ん中ですよね、かなり。ギブドラヒル、またまた近く、これレアだからね。確かにレアだからね。え、これはなんかでっかいオブジェみたいな。いや、そういうわけじゃないけど、そのオブジェかわかんないけど、オープン前だよみたいな。おお、いいですね。シェンさんの匂い、すごい、見て見て、そうで見て、すごい、あの匂いする、新しい匂い、新品のね、新品の匂いする。いいじゃん、めっちゃシャンボルだらけだ。紫ベース、青ベース。でもまあ全然広くないですけどね、いいんじゃないですか。まあなんかビジョンは湧くっすけど、まあまだまだ広さはまたまたっすね。うん、1億とか見るときにはまた話変わるかな。ここではな、いけるね。楽しそう楽しそうてんさんずっと個人店出したかったんですか。個人店を出すっていうか、全部できるよって言いたいから、一からもやってみたかったっていうのはある。ただ自分が一人では絶対できないから、それこそリスさんの力とか、それこそ名古屋さんとかもいるんですけどね。だから結構安心感あって俺はいけますけど、あとはもう俺が好き放題暴れてもやってくれるんで僕は好き放題暴れます。そうだね。マジで15日にやる。いや、ぶっちゃけたこと言うと本当に何でもいけます。極論なんですけど、失礼します。あと15日にオープンしたい理由としては、波風立てたくないっていうのがあります。その両方側にっす。あの箱はどうする。あの箱やらないつもりで言ったんですか。内装めっちゃ綺麗ですよ。でもちっちゃくない。ちっちゃいっす。いいけど。え、バカちっちゃいっすよ。でもまあ、はっきり言うね。食材絶対入んねん。レンのブランディングあったら多分普通に入れると思う。いや、マジ一月の話。な話。そんなにホスクラ舐めない方がいいよ。ノリと勢いで出して当たる時代じゃないから、きちんと女の子が行きたいお店を作って迎えなきゃいけないわけでしょ。
今までみたいにノリと勢いで作って女の子がなだれ込んでくる状況じゃないわけじゃん、実際時代として。で、案内所とかそういったものっていうものがない中でやっていくには、やっぱりきちんと迎え入れられる状況もだし、風評一つで本当に初回の数変わるから、男の子がきちんとトラブルを起こさないっていうところまできちんと念頭に置いてからやんないと、おばこはもう一目取れない。やっぱり写真とかもさ、新規店だけどメンツが揃ってないともう通用しないから、今男の子さえ集まってしまえばどうにかなってたホストクラブの時代っていうのは、もうそもそも規制が入る前から衰退してたのよ。実際もう本当に女の子が行きたい店を作って待たなきゃいけない、そのぐらい新規店って丁寧にやんなきゃいけない時代になった。出したいから出すじゃなく、きちんと受け入れられるから出すにしないと、もうここからは店は出せないよって。あ、だったらもう極論この中でも預けて全部やっちゃえばいいですか、うん、店の中に混合する、ね、そうそう。だからこっちは別にあの空家賃の赤字とかどうでもいいから、本当は一応もう取ったから作っといただけだから、別にやっていいけど 99% 事故で言う。じゃあはっきり言うね、めちゃくちゃ売れてる男の子たちも結果今独立で選択肢選ばない理由なんて、ホスト個人のパワーよりもきちんと作り込んだ大手の資本の方が強いからだなんてみんな分かってるからじゃん、ぶっちゃけ。その中で連一人でどうにかなる問題ではないよっていうところを分かってるか分かってないかが気になる。で、一番だから安排取るんだったら普通に盛り作ってしまうっていいのを、それを作っていいなら別にいけなくはないと思ってて、ただ毎回やらあの波起きるじゃないですか、大体その店の中にもう1店舗できると、あのどっち行きたいみたいな始まる。うん、ダメでいいじゃん。あ、ダメとプラス俺が思うのは、結局人をぶち込んでしまえばどうにでもなる感じするんで、中で作ってしまえばいいだけなんだったら別に俺中で作れるんだったら全然いいと思います。ちゃんと戦力になる状況にして、はい、今までってさ、ね、やっぱさ戦力になんかなんない子までもさ初回の接客にぶつけてるようなお店ばっかりだったじゃん。もうそれが許される時代じゃないよって話をしてるから、とりあえずなんかそれに当たってどう動くかを俺らはしたるし、それに向かってしたる。預かりた形で15本で全部作っちゃってオープンしちゃって、その後に人数やってちゃんと店舗として運営できる状態にした状態で普通に移動すればいいです。2号店のメンツはもう決めたら、そいつらはもう2号店にしがみついてもらうというか、もうオープン、まあ、できればそうしてほしいよね。そうそう、そうさせるぐらいの感じで、うん、じゃないと周りがブレるから、あの逆もしかりだし、そうそう、とりあえず作ってください。そうだね、社長陣とフェアな状況で連がどこまでできるのかっていうのを見てみたいな。ある程度状況からフェアになってくるわけじゃん。あ、その感じですよね。分かる分かる。逆に言っちゃえば俺が手助けするのも全然なくなってくるわけじゃん。そういった中でどこまでできるのか見てみたいですね。そう。あと一回だけ話したいんですけど、あの月間1億店舗とかって名前を作るとするじゃないですか。あれってメリットあるんですか？3000以上は意味ない。あ、自分一人がどうですか？うん、でも俺じゃあ逆に俺がユグドオープンした時に絶対ルールにしたことね。300以上いらない。俺が代表業を始めた時にルールにしたのは、まず300以上売らずに、300って数字の範囲でどのぐらい従業員が言うことを聞くかっていうところを確かめてた。で、その上で店の水準が上がったから500、600ぐらいまでは合わせて、そこでレント無許が入ってきてるね。だから最初の創業1年は300以上売らないって決めてた。それ以上やって数字で言うことを聞かせた時って絶対帳尻合わないか変なことだったから、別にいいんだけど、なんかブランディング先行って考え方すると多分ぶっ壊すよ。 OK です。あくまで俺も土台あるからギア入れるから毎回いる考えます。OK です。 OK です。ありがとうございます。ホスト自体をやるかをやらないかを迷ってる。あ、もうやるのは決めてる。やるのは決めてる。定ではないですけど、やるスタンス。やるスタンスでね。はい、オッケーオッケー。全体的な不安とか多分思ってることについて多分なんとなくで分かるから喋ると、ホスト始めるにあたって、基本的には自分が伸びる時に考えた時に、店が合う合わないとかっていうのはあんまり正直関係なくて、仕事だからあくまで。自分がやろうと思えば全然できる話だから関係なくて、売り上げがもともとあって経験者で挑戦しようとか、
めっちゃ大きいところで一気にやるぞみたいなタイプだったら、まあ、囲碁本でいいと思うし、そうじゃなくてアルベルっていうのだったら、ぶっちゃけ未経験からでも0から100まで全部今現状だといないから、チャンスが結構均等になってるかなっていうのがでかい。正直例えば囲碁本とかだったら未経験からでも全然売れるし、未経験の子がいっぱいいるから全然関係ないんだけど、どっち行ってもそういう売れるか売れないかっていうのは自分次第すぎる、どっちにせよなんだけど、アルベルはより強いのって同じ数字叩いた時とかの目立ち度が違う。例えば100万っていう数字で1回見るとすると、囲碁本だったり100万打った時に、ナンバー40ぐらいの、でもアルベルって、あ、囲碁本ちょっとバグだから、ここは次にアルベルって俺が2号店出す時に、多分まあスタートとかも100万で全然ナンバー本当に余裕で定位内とかもう5とかで、なんならねスタートは組織の要になりやすい。これなんとなくわかる、はい、なんか事業展開するときに普通に、例えばただの普通に従業員とかじゃなくて役員になれるみたいなイメージで言うと、で一緒にやってきたりすると強いよねっていう感じが目立ちやすいから、そこが難易度低いと思う。すごく店が大きくなるっていうか、その数字が高くなるっていうのはちょっと確定してるかな。ならないわけはない、俺がやるから。結局その知名度っていうところがすごい大事になるんだけど、そこはもう担保できてる。同性ホスト始めるんだったら、どっかちっちゃいところでやるか、大きいところでガッツリやるかじゃん。ガッツリやるなら囲碁本でいいし、ちっちゃいところがさらし決めながら、まずその組織で大きくしていきたいってなったら、変なとこ行くやったら絶対アレブルの方が絶対わかるし、それは。まあもちろんちゃんと舐めないでほしいけど、ちゃんとやってほしいけど、最後は自分だからね。使える材料は無限にあるよってだけ。ビンカード連帯の、ビンカード連帯の。かな。大丈夫です。じゃあぜひお願いします。ありがとうね。よかったらすぐ入った。ありがとう。お疲れ。まあ改めてアルベルのメンツ集めたんだけど、まあ、オープンに関しては多分、まあ、大体聞いてる、知ってる、言ったんですか。いや、あ、それは聞いてんだ。 OK、 大体そんぐらいだと思うんだけど、もともとのスタート段階から、拡大移転した状態 の、 あのスタート本当は箱あるんだけど、拡大移転した状態のとこから始めることにしたから、今のこの時代にそんなめっちゃちっちゃいところやってもあんま意味ないから、まあそれは俺らのプラスだと思って普通にやってほしいかなってとこと、今の本店でこの規模感、この数字とか含めたりとか、じゃあこんだけ売ってる人たちがいる状態を見れるのって、この時のこのメンツしかいないわけで、この後って物理的にはめっちゃ売ってる人がスタートからいるわけじゃないし、後々はできるかもしれないけど、遺跡とか含めたりとか自分たちがなるとかであるかもしれないけど、今のこのレベルでこの店、このレベルの人たちがいるっていうのはこのメンツしか見れないんだから、まあそこしっかり考えてちゃんと勉強して、どのレイヤーから自分が学べがいいのかとか、どこまでの思考回路とか、どんな動きをしてたりしたらかっこいい先輩なのか、かっこよくない先輩なのかとか、まあ、ちゃんと普通に考えてみて、毎日ただただ営業しても意味ないし、売れたいなとか思うとか意味ないから、ちゃんと頭を使ってちょっと毎日営業をちゃんとしてほしいんだけど、まあ、その中でちゃんとプラスも考えてほしくて、囲碁本だったら 1000万売っても、まあ、普通に他いるから目立てるって言ったらわからないじゃん。レベルだったらまあ、いくら打ったら目立てるっていうレベルが低いわけで、正直だからそれまで持っていこうとか思うとか、自分が1万でも100万でもってそれ作っていくことが大事だから、今必死になった方がいいし、今のうちになんかもう吸収できること全部してほしい。でそれどうせオープンするのは確定だから、まあ本当にちゃんとした店にしたいというか、大きな店にしたいから、まあ、まずスタート段階として学んでほしいんで、まあ、しっかり毎日いろんな人見て営業してほしいかな。OK。 アルブルは調子いいですか？開店に向けて。あ、それは大丈夫だよ。あ、今日の子供ってバイトの子とか、あとレギュラーの子も休みの子もいるし、全員じゃないから。当初の開店が、まあ、一番最初は5月15で、6月頭だったけど、今8月ちょいぐらい。そうですね。じゃあ、あれ自体は問題ないですか、その組織作りとか。全然いいと思います。てか、普通に本店で働いてから行けるとか、超一社しかなくて、めっちゃやばくないってめっちゃ思ってるけど。まあ、そうですね。一番上見てから始められます、ね。そうだし、そこの、だって勉強もできるし、そこから落とし込んだものが全部回ってくるわけだから、得しかないよね。メンバーとかは結構もう充実してるんですか？
まあ、店舗を構えてないから、うん、そうなんだよね。だからそこが多分みんな拾ってるところで、うん、ぶっちゃけちょっと強め100、200、300とか100超えれるような子たちとかは北は相当目立てると思うんだけど、まあ、その中で、ね、店舗を多分出してからじゃないと行きようもないじゃん。本店にはちょっと来たくないっていう人もいると思うから、でもあそこもねぜひ来てくださいと思うけどね。じゃあ移籍新人大大大募集中ってことで、だいぶ大大大募集中です。人はまだ足りてないんですか？でも結構全然足りてないよ。もう無限に欲しいから、マジでもう本当に絶対大丈夫だから、何言っても無限に欲しいっす。勝てそうですか？僕の誕生日プレゼントにしてくださいじゃあ、うん、はい、何ですか？です勝てそう勝てそうですか？何勝てそうって本店に、いや本店じゃないにしても、まあ、ゆくどないで、いやそれは本店じゃない、絶対勝つよ普通に全部。まあ、とりあえずトップ5はブレーザー。 5? なんで 5 って2だろ。ユグホン次です。おうおう、まあいろいろあ、ね、あ、ユグ大阪もあるからね。ユグ大阪もあるし、まあ3、4ぐらいだよね。そんな感じですかね。またなんかちょっと身長変わったら撮りたいと思うんで、はい、今日ちょっとここに出てなかったあの元ユグホン、元とかまあ現ユグホン組の、まあ、ビッグなメンツとかもいると思うんで、出てください、任せてください。